革命機バルブレイブ。生まれは大津、性格は至ってウェッティ。だけど名前はアードライ。アードライ役の福山潤です。ハノン役の宮野守です。クーフィア役の加地ゆきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。8月のバルブレイブウェブラジオの配信、僕たち3人がお届けすることになりましたよ。大変だ。大変ですよ。いやでも僕はと宮野は、あの前に1回ね。そうなんですよ。そうらしいですね。大阪亮太の春とはないブリッツ提言という番組に罰ゲームとして来てる。そう、聞いたところによると罰ゲームの2人は罰側の人だって聞いたんですけど、俺たちはずっとゲストだと思ってたんだけど、本編を始めて終わった時で、あれ俺たちが罰ゲームだったってことが発覚したの。大阪君にとっては招かれざる客だった。そうだった。なるほど。あの、だから、毒とか回ってないで、パンチとかやめてもらって。大丈夫だよ。みんなのイメージにはちゃんと練り込まれてるから。伝わってるから、今のパンチのタイミングが。本当ですか？そうなんです。地味に痛いんですけど、あと、僕一個気になってるんですけど、大体4人で行動してたと思うんですよ。お !4 人？お前は真面目だな。いや、そう。だって、大切な仲間が1人。いや、今だって4人いるじゃない。諏訪さんがいるじゃん。作家さん、作家さんでしょ？この人いくつじゃないですよね。いくつの人じゃないですよね。まあ、そうだ、メガネかけてるけどね。だから、しっくりは来ているんだよ。じゃあ、いっか！いっか！はい。ということで、まあ、カジも今回初めてということで、この3人でお送りしたいと思いますので、ただしですね、これ、番組のタイトルが、なんかその前のシリーズの時から、今回になってから、パーソナリティが変わるにあたって、番組の名前が変わるそうなんですよね。サブタイトルみたいな。なるほど。だから、ちょっと俺たちの今回担当する8月のこのウェブラジオのタイトル決めようじゃないかと。なるほど。なるほど。この3人でのラジオのタイトル。そうです。3人でのラジオ。でもやっぱりね、なんかカジ君、なんかそういういいタイトルある？いいタイトルか。まあ、クーフィアといえば、ボックスアウトだよね。クーフィアといえば別に。確かに。それ、良平君がそこのセリフばっかり言うかもしれない。だってクーフィアずっとボックスステップを踏んでるけど。踏んでないです、踏んでないです。ボックスステップ。アウトじゃないじゃないですか。ボックスアウトとステップは全然違いますよ。違いますね。2ステップでもいい。よくないです。サイドステップでもいい。よくないよ。リズムは裏でね。おい先輩たち、君たちはどうなんだ。そう、先輩だぞ。先輩、もう、何なんですか。どうですか。そうですね。なんか、はい。吉政ってどっかに入れたい。俺もね、それはね。そうですね。いや、俺もそれを考えてて、そうだ。4人じゃない、俺たち。そうですよ。誰よりも固い絆でなんか結ばれてる。ないがしろにの。なんで、おい。おい。自由だな。先輩だけど、おい。お前の情緒、おい。おい。イェーイ。情緒なんてクソくらいだ。ちょっと待って、笑いすぎ。あの、打ち合わせで、巻き気味でみたいなことありましたから、ちょっとコンパクトにいきましょう。喋るスピードは巻いてるよ。そうじゃない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 。巻いたことがない。じゃあ今回巻いてる。巻きました、おまけ。おい！そう、吉松さんは入れましょう。吉松さんね。そうですね。だからやっぱりね、俺の中で、今回吉松がいないから、やっぱり吉松と一緒にやりたいっていうのがあるから、革命機バルブレイブウェブラジオ、福山潤と宮野守と梶裕貴の、いつも心に細谷義政。ああ。いつも心に。いつよし、いつよしね。もしくは、細谷。いつよしにしちゃうの？いいね。いつよし。結局何なんですか？だから革命機バルブレブウェブラジオ、福山潤と宮野守と梶裕貴のいつよし。いつよし。じゃあ、いつよし。いつよし。いつよしにしよう。あ、いつよしいいね。いつよし。これ、細谷さんどんな気持ちでこれ聞くんだろう。じゃあ決まりましたね。そうですね。いつ行くでもいい。いつ行く？どっちですか？ちょっとグッとグッ、来ない。いつ行く？うん。ただ問題はね、吉松消えたね。大事だよ。いや、行くさらに残しです。うん、そうで。そっちで行こう。あ、なるほど。いつ行くで行こう。いつ行く？いつ行くで行こう。じゃあ、いつ行く？うん。今だって。ダメだ、ダメですよ、それ。結果そっちになっちゃう。じゃあ、行くは漢字、あ、漢字、カタカナってことですね。そういうことで行こう。いつ行く？いつ行く？あ、そっちでいいですね。え、そっちで行く？いつ行く？確かに、カジ君が決めてよ。そう、カジ君が決めていいよ。いつ行くなのか、いつよしなのか、どっちがいい？それが全然違うのでもいいよ。うん、いいよ。全然違うのがいいな。うん。ダメでしょ。じゃあ、今の尺何なんだよ。ダメダメダメ。そんなのカットじゃん。
じゃん。全然違う方向性で一回聞かして。あの、一回聞かして。まだタイトル決まってないんだけど、俺疲れちゃうから。最後まで一回聞かして。本当に。どういう方向性で聞かして。いや、俺いいと思う。いついく、いついく、いついく、吉政でいいですか。あ、いいですね。いついく、いついく、吉政。いいですね。決まりました、決まりました。じゃあタイトルコールしましょうかね。はい、いきますよ。よし。シーズンが放送されていた革命期バルブレイブのウェブラジオセカンドシーズンがスタートする10月まではパーソナリティをシャッフーして月1配信でお届けします。よいしょ、こんなに盛り上がったオープニングだけど1回の放送切るよぜ。そうじゃあこのタイトルコールももうできないんだね。できないかもしれない。こんな尺さばいて決めたの。尺さいて決めたの。いいね、無駄なことに意味があるんだね。そうだね、よし、いいことやった。無駄なことしていこうぜ。なあカジ君、無駄だな。ということでですね、まあ革命期バルブレイブのファーストシーズンが終了しましてね、まず10月からセカンドシーズンが始動というところでございますが、我々はもうそのいわゆるこのバルブレイブの言ったらまあ一つのね、はい、今なんかこうキャッチーな言葉にもなってますが、プレスコ収録をしてやっております。そうです。今、我々も収録しております。はい、返事、元気な返事なだけでしたね。じゃあカジ君、セカンドシーズン収録どうだい。どうはどうなんだい。カジ君はどう思ってるんだい。セカンドシーズンのプレスコどうなんだい。もう一回言おう。セカンドシーズンのプレスコどうなんだい。はい、カジ君よ、あのそのだから顔とか伝わらないから、あの吉野さんに伝えてやれ。そうだ、吉野さんに伝えてやれ。聞く気あります。まあプレスコはね、あの引き続きこうその自分興味ない、それを見せたい、今の顔を見せたい。ちゃんと聞いてくださいよ。俺すげーソファーが見えたもん。あのだからプレスコっていうところは別にその一期から変わらず、自分たちのその頑張り次第で未来が切り開けるわけじゃないですか。何気づいてんだよ。だからクーフィアなんてもう真っ先に死ぬんじゃないかっていうのはこのキャストの中でも、でもセカンドシーズンまで生き残ったのは俺のおかげだって言いたいのね。なんでそういう、俺が未来を切り開いた、俺が主役だと。クーフィアボックスアウト。僕もう何も言いません。どうですか、じゃあ始まってセカンドシーズンの収録が、えなんで急にわかんなくなっちゃうんですか。楽しい、楽しいですよね。久しぶりにやっぱりみんなと会って、これがバルベルだなって思いました。ああ、やっぱ独特の空気が他の現場にはない、やっぱり収録の雰囲気がありますね。僕もやっぱりその現場に入って他の現場では絶対ないぐらい、なんかこうね、挨拶にも身が入るね。も、例えばカジさんがこう来た時にね、なんかこうね、パッと立って、おはようございますって、こう、いつも、おはようございますって来るじゃないですか。もうカジ君見た瞬間に、あ、おはようございます。それぐらい気が、今日もそうでしたね。それやめてもらってもいいですか。そういうことになってます。カジ君ってそういう存在なんですか。ピリッと気が引き締まるみたいな。引き締まるだけじゃなくて、カジ君という存在がいることによって、自分たちがどれだけやらなきゃいけないかっていうね、そういう意欲をかき立ててくれるよね。なるほど、なるほど。そのとこどうかな。俺に聞いてるんですか。いや、だからやめてください。はい、もう、ちょっと、いたたまらないで。金輪際やりません。あ、悪意がある。なんか、いや、トゲトゲしかったですけど。尊敬してるんですよ、僕らは。カジ君は。そうですよ。顔もうすっごい尊敬してるんだよ。尊敬をして、聞いて、聞いて、どうしたらいいんだ。尊敬もしてるし、心から愛しているし。だから、俺らにお前が本当に必要なんだよ。なんでだから、喧嘩売るみたいな、そんな感じなんですか。いや、え、あ、あ？いやー、だから、こういう時に、ホセアさんが一人いてくれると、僕わかりません、そう。ホセアさんに振ってもそうでしょ、結局。いや、だから、どう思うの、ホセアさん。そう、いいと思うよ。あるじゃん。似てる。そういう感じ。だけど、僕、こうなった時にホセアさんに振ると、一回終わりってなるからいいんですよ、だから。なるほど。そう。じゃあちょっとやってみる、それ。さ、次行きますよ。もうこれ、結構尺切っちゃってますからね。はいはいはい。これ、プレスコが始まってますっていうのをやったら、今度ファーストシーズン振り返ろうって言ってますけど。もう振り返ったんじゃないかな。じゃあ、いっか。ということでね、リスナーから届いたメッセージを紹介していきましょう。
皆さんは、自分は女子力が高いかなみたいなところはブリッツンデーゲン。お前自由な言葉じゃねえだろ、ブリッツンデーゲンって。自分も似たようなもんだったじゃないですか。そうですか。まあでもほぼほぼ文聞いちゃってますけど、そうだね。まあ女子力が高いと、お弁当とかご飯をよく作るから、って友達に言われると。で、皆さん、僕らは、女子力高いと思う瞬間はあるかどうか。料理得意な人いない。いない。あれそうなんですか？料理得意って、得意。いや、僕はそんなしないですね。料理されるのは得意？かっこいい。いや、今まさにですけどね。かっこいい。あ、なに？俺たちに料理してほしいってか。つまり、まな板準備 OK？ もうだいぶ切り刻まれてなめろう状態です。うわー！例えが！何ですか？例えが何なんだよ。料理の話しよう。上手。俺、なめろう好きだよ。で、なめろうごめん。なめろうを作らなくていい。なんか。だって、カツオの叩きを超えたわけだよ。ね。だいぶだそこに味を加えちゃってるんだよ。いいです。俺のために時間割かなくていいです。料理が、二人、例えば料理は、僕の中だとなんか二人とも料理上手そうな、なんか手先器用そうなイメージあるんですけど、勝手なお前のイメージだろうな、それは。じゃあ、宮田、どの料理いいこと言ったつもりだろう。どれがうまそう？どの料理がうまそう？お前の勝手なイメージをもっと押し付けてくれよ。そうですか？なんかパスタとか。パスタ作っちゃうぜ。どっちなんですか？さっき手あげないし、作っちゃうぜだし。お前が作ってほしいの作っちゃうぜ。俺をくどいて。ミートソースかい？タラコかい？味はいい。答えがわかんないです。ウニクリームかい？料理すんのかしないのか！だけどあいつきっとアルデンテで作るぜ。いいよ、硬さはいいって。どう、福山。耳たぶの柔らかさ。福山さん、そうなんですか？もうそろそろ全部さばかないよ。俺は何だと思う？得意料理。そうだなぁ。何に見える？得意料理。パエリア。パエリア？それは何？情熱のスパニッシュってこと？いや、でもなんか。気持ち的に合ってるかもね。ちょっとね、そういう、ま、服装もそういうテンションの時あるし、なんかそういう。あ、なるほど。エキゾチックな、情熱的なとかもうまいのかなって。なんで切れ気味なんですか？俺パエリア、そんなに好きじゃない。あ、ごめんなさい。そっか、そうですか。好きな食べ物は？好きな食べ物？ネギの天ぷら。ネギ大好き。マジか。マジ。ネギ好き？ネギの天ぷら？ネギの天ぷら超うめえ。ネギだけの天ぷら。食ったことないかもしれない。太い、九条ネギとか見たら太いのあるじゃん。あれをさ、天ぷらにして、塩で食うの超うめえ。うわ、うまそう！うまいね。いいのかな？これで、この話で。カジ君の好きな食べ物は？梨です。その顔やめて。これからの季節だね。そう。ミオさん。ミオさん、気を確かに。かわいいな。僕、果物好きなんです。梨好き。梨美味しくないですか？いいね、ジューシーでいいね。日本の梨です。ああ、二番目に好きなの？ぶどうですか？種梨がいいのか？そう、いやでも、結局巨峰ですね。巨峰か。いいです、好きな食べ物は。女子力の話なんで、料理、もう、いいか。いいそうです、この話。でも、カジ君の女子力を感じたよ。え？フルーチ好きみたいな。そんな言い方してないじゃないですか。僕、フルーチ好き。なんで口くねんねってんですか？だから動画じゃないかも、なんも伝わらないし。フルーチ好き。疲れちゃったよ、最初のコーナー。ね、ということでね、皆さん、本当にメッセージありがとうございました。普通のブリツン電源でした。ブリツン電源。食べ物は？宮野さんは？梅干し。ドルシア軍の4人、ハードライン、ハーノイン、クーフや、イクスライン、普段どういう生活を送っているのか、どんなことをしているのか、なかなかアニメ本編では語られていません。それ、このコーナーではリスナーから届いたお題をもとに、この4人の中で一番、〇〇そう。丸まるそう。足が臭そうとか。なあ。いいね。なのは誰か。例えばがそれか。そういうトークで、4人の知られざる姿を予想していきたいと思います。はい。なるほど。今日は3人ですけどね。先ほど言ったように4人っていうのは、アードライ、ハーノイン、クーヒア、ヨシマサということで。行くサインじゃないですよ。そこはヨシマサ。中の人の、この4人のことですね。これ面白そうですね。そう。でも話すことはあくまで予想。本命とは関係ないことを僕らはくっちゃべりますので、目立ってますね。はい。にしないでください。そうそう。はい。はい。わかりました。行きましょう。ラジオネーム19参加いただきました。ありがとうございます。真夏にちなんで。4人の中で一番、ホラーの類に弱い奴は誰？
なるほど。ドロシアの精鋭たちはね、物理攻撃の効かなそうなものに対しては、どういった、応対になるのかすごく気になりますと。うん。うん。なんか、精鋭部隊だからさ、そうですね。対人は強いじゃない、そうですね。戦術に関しては、ものすごい強いわけじゃない、僕。ただこうね、お化けの類。そうです。だからこそ、現実に生きてるからこそ、そういうお化けの類に弱いってのがあり得るから、ね。意外と。これ、役名で言えばいいんですよね。うん。はい。まあ、でもね、とりあえず、じゃあ、せーの、せーの、いきます?はい。せーの、ハクソアイン!バロ!違わないね、俺たち!違わないね、俺たち!まだ距離あるね。そうですね。まあ、一つ目の質問ですから。今、なんて言いました?僕、クーフィア。クーフィア。なるほど。お化けのタグには弱い。弱い。なぜなぜ?これね、俺ふと考えたの、ああいうことをやっときながら、やっぱりこう、お化けとかああいうさ、現実離れしたものは弱そうだし、あとやっぱり名前がね、クーフィア?だって、クーフィア。うん。フィアは英語で、うん。恐怖。恐怖。うん。クーフィアー!やめましょうか、楽しそう。楽しそう。怖い、怖い、怖い。福山潤が怖い。それはどうか。それすごい怖い。福山潤がクーフィア。それもう、クーフィアでも何でもないですよ。ジェイ!そういうことですよ。俺ジェイ!そうだ、そうですね。福山ジェイです。僕はイクサインだと。あ、なんでなんでなんで?なんでワイン?ああいうこう、なんか、ま、学生、なんかみんな学生だとしたら、なんか勉強できるタイプの人って意外とそういうの怖そうみたいな。なんか勉強合宿みたいの知った時に、なんか真っ先にそういうのに遭遇しちゃうのって行く際。なるほど。こう触れながら、そうそうそう。メガネの。理屈で考えるがゆえに、信じないよって言っときながら、ガタ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 みたいなイメージがあるんで、なんか他の人たちは結構平気そうかなって。なるほどね。宮野さんなん、ハーノインって言いました。ハーノイン?ハーノさん。うん。ハルさん、ご自身やられてますけれども。はいはいはい。どういう感じで?わかりません。わかんない。え、何が怖い怖い怖い。ダメだ。このお化け二人いるよ。二人とも怖い。何?竜?うん、知らない。怖い怖い。何なんだよ、それ。超怖い。トークできねえもん。ちょっと涼しくなった。もう怖い怖い。スタチコさんがいただきました。何言ってんの ?4 人の中で一番ダメを。そうなのは、ダメ男、そうなのは誰でしょう。これ中の人じゃない?中の人。おい、中の人だったら誰だ?誰?誰?誰?とりあえず二人ですよ。わー、手厳しい。ダメ予感たっぷりのありがとうございます。手厳しいなぁ。キャラクターでね。キャラクターで?ダメやなぁ。完全にダメになっちゃったなぁ。ダメだよ、変な方だよ。変な方。変な方。キャラクターの方。まずせーの。戻ってから今日最後まで言っちゃうんですか?まずせーのでいく?ちょっと考えていいですか?頑張っていいよ。ラジオネーム、ブブハチさんがいただきました。4人の中で一番女の子にモテそうなのは誰?あー、これ難しいやん。年上、年下、全般、女?熟女。なんで一応マニアックな方に行っちゃったんですか?まあでもこれ確かに相手によりますね。相手によりけりだね。ちょっと仮にちょっと設定してみようか。熟女。熟女で行きますか?熟女に行きましょう。まさかの熟女。熟女で行きましょう。熟女にモテる。うん。そう。でも結局熟女にモテるとなるともうこうなんじゃないですか?ね。ね。こうなっちゃう。もうこうなんじゃないですか?はい。せーの。ハノイア。あれ?運命感じる。運命感じる。福山さん、運命感じる。今、怖い怖い怖い。この後、しっぽり行かない?しっぽり行く。運命感じる。そこまで感じちゃってんすか?この後行っちゃうぐらいだよ。いや、ちょっと、嘘。感じるのはこの後だよ。お前、バカやろ、お前。うるさい。クーフィアってだってでも、ちょっとちっちゃすもん。ちっちゃすぎません?なんか年齢とお前は。本気で女心がわかる。僕年人だな、お前は。お前は僕年人だな。そこまで言うか。僕年人って言って。いや、嫌です。なんでなの?いや、なんで嫌なの?なんでなの?言うの、なんで言うの?正当な理由は。うん。なんか、言ったら負けな気がする。俺もそう思う。え、なんでクーフィアですか?え?逆になんでわかんないの?僕はハーノイぐらいの、ちょっとこう、チャラッとしてて、今のこの若さを謳歌してる、そのぐらいのこう、青臭い感じ、若い感じが、可愛らしいなって思う。そこそこ、可愛いよねーの方向で違うの。
ハーモニーは多分、ジョギジョさんにとっては、もう、あ、かわいいわ、かわいいわね、やんちゃしてかわいいわね。いいやっちゃってね、みたいな。かわいいわ。まあまあ、そういう時期もあるわよね。クーフィーはどうなの？あの、もうかわいいわ。なんだったの？これ、あの、俺だし、それ、動画じゃねえんだよな。今、主にマイク入ってるのは、あなたのマイクに入ってるからね。そのぐらい今、距離近かったんですけど。今、皆さんのお届けしてる声は。今の、それ、赤ちゃんとか、犬とかへの、あれですよね、やり方ですよね。そこが重要なわけよ。本当にね。モテるってそういうことですか？そうか、でも、クーフィアにとってはお前はもう、男だろ？きっかけが何だっていいんだよ。そうだよ。はい。お前そこで逆に、うんだかーなーって来た塾長に対してお前は男を見せるわけよ。そうだよ。撃つ今、皆さん、聞こえましたでしょうか皆さんと、平手と僕の顔がもう、接触した瞬間、パチンという音が。あのね、こっちから見たらね、そのパンってやられたら前髪がファッサリみたいな。綺麗だビンタです。え、違う。近づけるとこが大事じゃん、だって。そうだよ。あ、そうなの。ああ、なよ。ああ、かわいい、かわいいまんね、ま。遠くから見てたよ。いいじゃないって。ああ、そうですよ。こう、呼吸を許せそうだよ。そうだよ、そうだよ。氷だと思ってたらお前は狼だったそういうことよでもほら、クーフィア側に、こう、そういう女性に、うん、なんだろう、まだこの、恋愛感情を抱くっていうほど、そういう気持ちがない。クーフィア側に、うん、いや、それはないよ。本当そういうことじゃないよ。うん、だって、今日ゲーム感覚でさ、やった時に、この熟女というさ、はい、巨大なそのものを攻略してやろうじゃないかっていうのさ、働くのがクーフィアでしょ、はい、お前なんか釈然としないなぁ。前。はい、お前です。お前です。もういいって、このコーナー。熟女攻略。巨大なものを。そこに喜びを感じる。クーフィア。お前。本当にそんなこと考えてるんですか？以上でございます。はい、以上違うね。運命感じない。俺たちの、それが運命感じないのコーナーでした。あんま感じなかったなクーフィアの革命志願響くね声がいい声だなグッときたうん。おい。かわいいもんね。なんで熟知なんですかこちらのコーナーですが、レギュラーの方では、証拠役の瀬戸さんがお届けしておりました。今回は、そのクーフィアバージョンでございます。素晴らしい。聞いてます。はい、聞いてる聞いてる。リスナーさんから叱ってほしいことを募集して、おいいね、それを僕たち3人で、クーフィアのように無邪気な一言で叱咤が激励して、面白い最終的にバッフェで打ちたいと思います。これこれクーフィア、どこまで行ってもクーフィアなんだね。バーってね。そう。バーって無邪気に答えた後にダダ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 ダ。いいね。結局打っちゃいますから。これ目玉コーナーだね。じゃあ早速。早く打ちたい。お名前、アトリさんです。ありがとうございます。私は片付けるのが苦手で、部屋がすごいことになってます。どうにか掃除をしようと思うのですが、なかなか行動に移せません。こんな私をどうか叱ってください。よろしくお願いします。はい。これをまあクーフィア。うん。自分がクーフィアになった気持ちで。って。今、俺今からクーフィアね。そうです。俺もクーフィア。俺もクーフィア。3人合わせて、クーフィア。はい。はい。ちょっと今のはどうしていいか分かんなかったんですけども。じゃあね。そういう時もあるよ。ありますね。掃除ができない人への、この下書きで、行きましょう。はい。あ、もう行くんですか？あ、もう行く。うん。はい。はい。はい。もう、じゃあ、順番にバーバーバーって言いますか？カジ君から。ダッダッダッ。はい。捨てちゃえ！お前を片付けてやる！一人クーフィアだとは思えないやつがいたし、もうなんかね、ほとんどそのポージングに全てのエネルギー使われたから、どうしました？リスナーさんに伝わらないんじゃないかな。どうですか？俺の番どうですか？クーフィアですか？すっげえ面白かった。ありがとうございます。いい配信のバーカだったね。そうですね。だってクーフィアになったつもりだとやっぱそうなります。クーフィアならそう言うよ。まあ言うかもしれないけど、でもそれで片付けちゃうと、全部このコーナー、バーカになっちゃうんじゃないかなって。わかんないよ。今の、だからきっと多分。そうそうそう。俺クーフィアは、なるほど。そうなったかもしれないとね。よし、次行こう。お名前がメグさんです。ありがとうございます。私は最近ダイエットをしてるんですが、自分に甘いせいで成果が出なくて悩んでいます。そんな私に3人から叱咤激励をしてもらいたいです。多少きついことでも全然構いません。むしろ、きつい叱咤激励の方がやる気が出そうなので、パーフェクトンアミーの皆様よろしくお願いします。ダイエットね。はい。ダイエットがうまくなかなかいかない自分に甘いせいで、その人への叱咤激励。もうこれ、あれだね。
思いついた人からもう喋り始めたら、うん、もう矢継ぎ早苗さんには言わなきゃいけないってことでしょ。そういうことだね。それ怖えルールだ。完全なチキンレースだね。そうですね、うん、何も食べるなむしろ食べちゃえここはクラーマサルまであれ福山さんがまだいてあれあれ福山さんらしからぬどうしたんですかだって俺こいつの正面だから顔すげえ面白いんだよ福山さん今後ろの壁もオレンジだし服もオレンジだし顔もオレンジみたいな今保護色ですそうだね全部オレンジ全部オレンジ、うんうん、合成できるかもしれない 3D できたもん今このルール怖いですねもうじゃあこれでどんどんじゃんじゃんいきましょう怖いひなぎくさんですね、はい、ありがとうございます私は今年23歳になるんですが、はい、近々飲食店の店長になることが決まりました、はい、俺がよく先にメール見て言わないでもらっていいですか私より年上の方が従業員さんの中にはいて、うん従業員さんの中にはいて年上の方がですね、うん、年上の方が従業員さんの中にはいて、うん、正直うまくまとめられるか今から不安です、そこでお三方に励ましていただきたいですあ励ます励ますあそうですね23歳にして店長23歳年上が年上がまとめなきゃいけないなんだろうストレスが溜まってハゲが増しますバーカこれ今のはカット要因ですよねひなぎくさんごめんなさいカット候補ですね完全なカットはい、あやかさんいきます、私は今高校生で夏休みですそれ言うと逆に練習できない私は今高校生で夏休みです、なので夏休みの宿題がいっぱいあるんですが、うん、まだ一つも手をつけておりません、うんいつも夏休み終わりの3日前から始めてしまい学校が終わるまでに宿題が終わったことがありませんお母さんに怒られたりしてやろうやろうと思うんですがなかなかやる気も出ずぜひこんな私を叱ってやる気が出るようにお願いしますコピペコピペコピペお母さんに書いてもらえばやらないもはやねもはやねもはや開き直りが大事やらないやらない以上でーす以上でーすこれいつバシンガーで撃たれてるんですかねあのね俺らが今蜂の巣になってるから僕らがね俺らがね皆様メッセージありがとうございました以上クーミアの革命指南でした、はい、革命機バルブレイブウェブラジオ福山潤と宮野守と梶裕貴のいつ行く吉田さんエンディングの時間ですなんか しっとりした感じかと思ったらダメでしたねやっぱりねしっとりしたら俺らには似合わないよそうですねよかったねふざけたねふざけましたね飲まれちゃいましたよいいよね楽しかったいい で、ね、でも3人だけどもなんか4人な感じがしたそうちゃんとこのいつ行く吉政が ね優秀なタイトルですよこれ行く、も入ってて吉政も入ってるってそばにいるよってそばにエリサさんのねのタイトルたまたまさっき出てきましたからそばにいるよってそばにいるよっていや楽しかったな楽しかったどうしたんですかえなんかカジ君目にクマができてる元からですよ、それは。大丈夫。もう相当疲れてるみたいな。そんなに疲れた？まあ疲れたよね。いや、楽しかったです。楽しかった。ほんとほんとほんとはい。よかった。もう、カジ君に楽しんでもらうためだけに頑張ってたから。そうなんですか。カジ君に楽しんでもらうためだけに俺声優やってっからさ。声優自体責任重いな、俺。そうだね。超楽しかったですよ。やったもう、やばい。よかったよ。声優続けよう。よかった。重いわ。かなそうなものに対してはどういった、応対になるのかすごく気になりますと、うんうん、なんかあの精鋭部隊だからさそうです、ね、やっぱ対人は強いじゃない、そうですね戦術に関してはものすごい強いわけじゃない、僕はただこうねお化けの類そうですだからこそ現実に生きてるからこそそういうお化けの類に弱いっていうのがありえるから、ね、意外とこれ役名で言えばいいんですよね、うんうん、はいまあでもねとりあえずじゃあ性能的にいきます、はいせーの、ハグソイン。違わないね、俺たち。違わないね、俺たち。まだ距離あるね。そうですね。まあ、一つ目の質問ですから。今なんて言いました僕、クーフィア。クーフィア。なるほど。お化けのタグには弱い。弱い。へぇ、なぜなぜこれね、俺ふと考えたら、ああいうことをやっときながら、やっぱりこう、お化けとかああいうさ、現実離れしたものは弱そうだし、あとやっぱり名前がね。クーフィア？だって、うん、クーフィア。うん。フィアは英語で、うん。恐怖。恐怖。うん。クーフィアーやめましょうか、楽しそう。楽しそう。怖い怖い怖い。福山潤が怖い。
それは同感。それすごいと思う。今の順がクーフィア。それもう、クーフィアでも何でもないですよ。ジェイ！そういうことですよ。俺ジェイ。そうだ、そうですね。はい、福山ジェイです。僕はイクサインだと。あ、なんでなんでなんで？なんで、なんでああいうこう、うん、なんか、まあ、学生、なんかみんな学生だとしたら、うん、なんか勉強できるタイプの人って意外とそういうの怖そうみたいな。なるほどね。なんか勉強合宿みたいの知った時に、うんうん、なんか真っ先にそういうのに遭遇しちゃうのっていくサインか。なるほど。こう触れながら、そうそうそう。メガネの。理屈で考えるがゆえに、うん、信じないよって言っときながら、ガタ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 みたいなイメージがあるんで、なんか、他の人たちは結構平気そうかなって。うん。うん、なるほどね。宮野さんなんて？ハーノインって言いました。ハーノイン？ハーノさん。うん。原さん、ご自身やられてますけれども、はいはいはい、どういう感じで？わかりません。わかんない。え、なんで？怖い怖い怖い。ダメだ。このお化け二人いるよ。二人とも怖い。何？自分で言う？理由？理由？うん、知らない。怖い怖い。何なんだよ、それ。超怖い。トークできねえもん。自分で。もう涼しくなった。もう怖い怖い。スタチコさんがいただきました。何言ってんの？4人の中で一番ダメを。そうなのは、ダメ男、そうなのは誰でしょう。これ中の人じゃない。中の人だったら誰だ。誰だ誰だ誰だ、とりあえず2人ですよ。うわー、手厳しい。ダメよかたっぷりの、ありがとうございます。手厳しいなー。キャラクターでね。キャラクターでダメやな。完全にダメになっちゃったな。ダメだよ、変な方だ。変な方、変な方。キャラクターの方に、まあまあ、まずせーの。戻ってから今日最後まで喋っちゃうんすか。まずせーのでいく。ちょっと考えていいですか。ラジオネームブブ八さんがいただきました。4人の中で一番女の子にモテそうなのは誰。あー、これ難しいやん。年上年下全般女。熟女。なんで一番マニアックな方にいっちゃったの。まあでもこれ確かに相手によりますね。相手によりけりだね。ちょっと仮にちょっと設定してみようか。熟女。熟女でいきますか。熟女に行きましょう。まさかの熟女。熟女で行きましょう。熟女にモテる。うん。そう。でも結局熟女にモテるとなるともうこうなんじゃないですか。ね。ね。こうなっちゃう。もうこうなんじゃないですか。はい。せーの。ハノイヤ。あれ？運命感じる。運命感じる。福山さん、運命感じる。今怖い怖い怖い。この後しっぽりいかない？しっぽりいかない。運命感じる。そこまで感じちゃってんすか？この後行っちゃうぐらいか。嘘。感じるのはこの後だよ。お前、バカやろ、お前。あー、うるさい。クーフィアってだってでも、ちょっとちっちゃすぎもん。ちっちゃすぎません？あの、なんか年齢とお前は。本当に女心がわかる。僕年人だな、お前は。お前は僕年人だな。そこまで言うか。僕年人って言って。いや、嫌です。なんでなの？いや、なんでやんの？なんでやなの？言うの、なんで言うの？正当な理由は。うん。なんか、言ったら負けな気がする。俺もそう思う。え、なんで、なんで、なんでクーフィアですか？え？な、逆になんでわかんないの？僕はハーノイぐらいの、あの、ちょっとこう、チャラッとしてて、今のこの若さを謳歌してる、そのぐらいのこう、青臭い感じ、若い感じが、あの、可愛らしいなって思う。そこそこ。可愛いよね、の方向性が違うの。ハーノインは多分、熟女さんにとっては、もう、あ、可愛いわ、可愛いわね、やんちゃしてて可愛いわね。いがちゃってね。いがちゃって可愛いわ。まあまあ、そういう時期もあるわよね。クーフィアどうなんですか？あんなもん可愛いわ。これ、俺だし、それ。動画じゃねえんだよな。今、主にマイク入ってるのは、あなたのマイクに入ってるからね。そのぐらい今、距離違ったんですけど。今、皆さんのお届けしてる声は。今の、それ、赤ちゃんとか、犬とかへの、あれですよね、やり方ですよね。そこが、重要なわけよ。本当にね。モテるってそういうことですか？いやいや、重要、重要。でも、クーフィアにとっては、お前はもう、男だろ？きっかけが何だっていいんだよ。そうだよ。はい。お前、そこで逆に、って来た熟女に対してお前は男を見せるわけよ。そうだよ。打つな。今、
皆さん聞こえましたでしょうか。ミエラさんと平手と僕の顔がもう接触した瞬間パチンという音が。あのね、こっちから見たらね、そのパンってやられたら前髪がファサッと綺麗だ。ビンタです。え、違う。近づけるとこが大事じゃん、だって。そうだよ。あ、そうなの。ああ、よ。ああ、かわいいまね、ま。遠くから見てたよ。いいじゃないって。ああ、そうですよ。こう、呼吸を許せそうでしょ。そうだよ、そうだよ。氷だと思ってたらお前は狼だったって。そういうことよ。でもほら、クーフィア側に、こう、そういう女性に、なんだろ、まだこの、恋愛感情を抱くっていうほど、そういう気持ちがない。クーフィア側に？いや、それはないよ。本当そういうことじゃないよ。だって、ゲーム感覚でさ、やった時に、この熟女というさ、巨大なそのものを攻略してやろうじゃないかっていうのさ、働くのがクーフィアでしょ？お前、お前なんか釈然としないなぁ。前。はい、お前です。お前です。もういいって、このコーナー。熟女攻略。巨大なものを。そこに喜びを感じる。クーフィア。お前。本当にそんなこと考えてるんですか？以上でございます。はい、以上、気が合うね。運命感じない。俺たちの、それが運命感じないのコーナーでした。あんま感じなかったなぁ。クーフィアの革命指南。響くね、声が。いい声だな。グッときた。うん。おい。なんで熟女なんですか？こちらのコーナーですが、レギュラーの方では、証拠役の瀬戸さんがお届けしておりました。今回は、そのクーフィアバージョンでございます。素晴らしい。聞いてます。はい、聞いてる聞いてる。リスナーさんから叱ってほしいことを募集して、おいいね。それを僕たち3人で、クーフィアのように、無邪気な一言で叱咤激励して、面白い。最終的にバッフェで打ちたいと思います。こらこら。クーフィア、どこまで行ってもクーフィアなんだね。そう、大事らしい。クーフィアらしさ。バーってね。そう。バーって無邪気に答えた後にダダ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 ダ。いいね。結局打っちゃいます。打ちたい。これ目玉コーナーだね。じゃあ早速。早く打ちたい。お名前、アトリさんです。ありがとうございます。私は片付けるのが苦手で、部屋がすごいことになってます。どうにか掃除をしようと思うのですが、なかなか行動に移せません。こんな私をどうか叱ってください。よろしくお願いします。はい。これをまあクーフィア。自分がクーフィアになった気持ちで。って。今、俺今からクーフィアね。そうです。俺もクーフィア。俺もクーフィア。3人合わせて、クーフィア。はい。はい。ちょっと今のはどうしていいかわかんなかったんですけども。じゃあね。そういう時があるよ。ありますね。掃除ができない人への、この叱咤激励で、行きましょう。はい。あ、もう行くんですか？あ、もう行く。うん。はい。はい。はい。もう、じゃあ、順番にバーバーバーって行きますか？カジ君から、ダッダッダッ。はい。捨てちゃえ！お前を片付けてやる！一人クーフィアだとは思えない奴がいたし、もうなんかね、ほとんどそのポージングに全てのエネルギー使われたから、どうしました？リスナーさんに伝わらないんじゃないかな。どうですか？俺のバーガー。どうですか？クーフィアですか？すっげえ面白かった。ありがとうございます。いい。会心のバーガーだったね。そうですね。だってクーフィアになったつもりだとやっぱそうなります。いや、クーフィアならそう言うよ。まあ言うかもしれないけど、でもそれで片付けちゃうと、全部このコーナー、バーカになっちゃうんじゃないかなって。わかんないよ。今の、だからきっと多分、そうそうそう。俺クーフィアは、なるほど。そうなったかもしれないとね。よし、次行こう。お名前がメグさんです。ありがとうございます。私は最近ダイエットをしてるんですが、自分に甘いせいで成果が出なくて悩んでいます。そんな私に3人から叱咤激励をしてもらいたいです。多少きついことでも全然構いません。むしろ、きつい叱咤激励の方がやる気が出そうなので、パーフェクトンアミーの皆様よろしくお願いします。いついく、いついく、吉政でいいですか？あ、いいですね。いついく、いついく、吉政、いいですね。決まりました、決まりました。じゃあタイトルコールしましょうかね。はい、いきますよ。よし。シーズンが放送されていた革命期バルブレイブのウェブラジオセカンドシーズンがスタートする10月まではパーソナリティをシャッフォーして月1配信でお届けします。よいしょ、こんな盛り上がったオープニングだけど1回の放送切るよぜ。嘘じゃ、このタイトルコールももうできないんだね。できないかもしれない。こんな尺さばいてきたんだ。尺さいて決めたのに。
いいね、無駄なことに意味があるんだね。いや、そうだね。よし、いいことやった。無駄なことしていこうぜ。なあ、カジ君。無駄だな。はーい。ということでですね、まあ、革命期バルブレイブのファーストシーズンが終了しましてね、まず10月からセカンドシーズンが始動というところでございますが、我々はもう、その、いわゆる、このバルブレイブの言ったら、まあ、一つのね、今、なんかこう、キャッチーな言葉にもなってますが、プレスコ収録をして、あ、そうです。そうです。今、我々も収録しております。はい。返事、元気な返事なだけでしたね。じゃあ、カジ君、セカンドシーズン収録どうだい？カジ君はどうなんだい？カジ君はどう思ってるんだい？セカンドシーズンのプレスコ、どうなんだい？もう一回言おう、セカンドシーズンのプレスコ、どうなんだい？はい。カジ君よ。だから顔とか伝わらないから。吉野さんに伝えてやれ。吉野さんに伝えてやれ。聞く気あります？まあ、プレスコはね、引き続きこう、その、自分、興味ない。それを見せたい。今の顔を見せたい。ちゃんと聞いてくださいよ。俺、すげえソファーが見えたもん。だから、プレスコっていうところは別にその、一期から変わらず、自分たちのその、頑張り次第で、未来が切り開けるわけじゃないですか。何気がついてんだよ。だから、クーフィアなんて、もう真っ先に死ぬんじゃないかっていうのは、このキャストの中でも。でもセカンドシーズンまで生き残ったのは俺のおかげだって言いたいのね。なんでそういう。俺が未来を切り開いた。違う違う。俺が主役だと。クーフィア、ボックスアウト。僕もう何も言いません。どうですか？じゃあ、始まって、セカンドシーズンの収録が。なんで急にわかんなくなっちゃうんですか？楽しいですよね。久しぶりに、やっぱりみんなと会って、これが、バルベルだなって思いました。ああ。やっぱ独特の空気が、他の現場にはない、やっぱり収録の雰囲気がありますね。僕もやっぱり、その、現場に入って、他の現場では絶対ないぐらい、なんかこうね、挨拶にも身が入るね。も、例えば、カジさんがこう来た時にね、なんかこうね、パッと立って、おはようございますって、こう、いつも、おはようございますって来るじゃないですか。もうカジ君見た瞬間に、あ、おはようございます。それぐらい気が、今日もそうでしたね。それやめてもらってもいい？そういうことになって、カジ君ってそういう存在なんですか？そういうと気が引き締まるみたいな。引き締まるだけじゃなくて、カジ君という存在がいることによって、自分たちがどれだけやらなきゃいけないかっていうね、そういう意欲をかき立ててくれるよね。なるほど、なるほど。そのとこどうかな？俺に聞いてるんですか？いや、だからやめてください。はい。もう、ちょっと、いたたまらないんで。金輪際やりません。あ、悪意がある。なんか、いや、トゲトゲしかったですけど。尊敬してるんですよ、僕らは。カジ君を。そうですよ。顔もうすっごい尊敬してるんだけど。尊敬をして、聞いて。聞いて。どうしたらいいんだ。尊敬もしてるし、心から愛しているし。だから、俺らにお前が本当に必要なんだよ。なんでだから、喧嘩売るみたいな、そんな感じなんですか？いや、え？あ、いやー、だから、こういう時にホケアさんが一人いてくれると、僕わかりません。そう。ホセアさんに振ってもそうでしょ、結局。いや、だから、どう思うの、ホセアさん。そう、いいと思うよ。あるじゃん。似てる。そういう感じ。だけど、僕こうなった時にホセアさんに振ると、一回終わりってなるからいいんですよ、だから。なるほど。そう。じゃあちょっとやってみる、それ。さあ、次行きますよ。もうこれ、結構尺切っちゃってますからね。はいはいはい。これ、プレスコが始まってますっていうのをやったら、今度ファーストシーズン振り返ろうって言ってますけど。もう振り返ったんじゃないかな。じゃあ、いっか。ということでね、リスナーから届いたメッセージを紹介していきましょう。皆さんは、自分は女子力が高いかなみたいなところはブリッツンデーゲン？お前、自由な子供じゃねえだろ、ブリッツンデーゲンって。自分も似たようなもんだったじゃないですか。そうです。まあでも、ほぼほぼ分岐。革命期バルブレイブ。生まれは大津く、性格は至ってウェッティ。だけど名前はアードライ、アードライ役の福山潤です。ハノン役の宮野守です。クーフィア役の加地ゆきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。8月のバルブレイブウェブラジオの配信、僕たち3人がお届けすることになりましたよ。大変だ！大変ですよ。いや、でも僕は、と宮野は、前に一回ね。そうなんですよ。そうらしいですね。大阪亮太の、ハルトはないブリッツンデーゲンっていう番組に、罰ゲームとして来てる。そう。聞いたところによると、罰ゲームの2人は罰側の人だって聞いたんですけど。そう。俺たちはずっとゲストだと思ってたんだけど、本編を始めて終わった時で、あれ、俺たちが罰ゲームだったんだって、僕が発覚したの。お
坂くんにとっちゃ招かれざる客だった。そうだった。そうだった。なるほど。だから動画とか回ってないでパンチとかやめてもらって大丈夫だよ。みんなのイメージにはちゃんと練り込まれてるから。伝わってるから今のパンチのタイミングが。本当ですか。そうなんです。地味に痛いんですけど、あと僕一個気になってるんですけど、大体4人で行動してたと思うんですよ。お !4 人お前は真面目だな。いや、そう。だって、大切な仲間が1人。いや、今だって4人いるじゃない。諏訪さんがいるじゃん。作家さん、作家さんでしょ？この人、イクスじゃないですよね。イクスの人じゃないですよね。まあ、そうだ、メガネかけてるけどね。だから、しっくりは来ているんだよ。じゃあ、いっか、いっか、じゃあ、いっか。はい。ということで、まあ、カジも今回初めてということで、この3人で、お送りしたいと思いますので、ただしですね、これ、番組のタイトルが、なんかその前のシリーズの時から、今回になってから、パーソナリティが変わるにあたって、番組の名前が変わるそうなんですよね。サブタイトルみたいな。なるほど。だから、ちょっと俺たちの今回担当する8月の、このウェブラジオのタイトル決めようじゃないかと。なるほど。なるほど。この3人でのラジオのタイトル。そうです。3人でのラジオ。でもやっぱりね、なんかカジ君、なんかそういういいタイトルある？いいタイトルか。まあ、クーフィアといえば、ボックスアウトだよね。クーフィアといえば別に。確かに。それ、良平君がそこのセリフばっかり言ってるから。だってクーフィアずっとボックスステップを踏んでるけど。踏んでないです、踏んでないです。ボックスステップ。アウトじゃないじゃないですか。ボックスアウトとステップは全然違いますよ。違いますね。2ステップでもいい。よくないです。クーフィアなんか。サイドステップでもいい。よくないよ。リズムは裏でね。おい先輩たち。はいはい。君たちはどうなんだ。それ先輩だぞ。先輩、もう、なんなんですか。どうですか？そうですね。なんか、はい。うん。吉政ってどっかに入れたい。俺もね、それはね。そうですね。いや、俺もそれを考えてて、そうだ。4人じゃない、俺たち。そうですよ。誰の固い絆でなんか結ばれてる。君が3人の。なんで、おい。おい。自由だな。先輩だけど、おい。お前の情緒、おい。おい。イェーイ。情緒なんてクソくらいだ。ちょっと待って、笑いすぎ。打ち合わせで、巻き気味でみたいなことありましたから、ちょっとコンパクトに喋るスピードは巻いてるよ。そうじゃない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 。巻いたことがない。じゃあ今回巻いてる。巻きました、おまけ。おい！そうだ、吉松さんは入れましょう。吉松さんそうですね。だからやっぱりね、俺の中で、今回吉松がいないから、やっぱり吉松と一緒にやりたいっていうのがあるから、革命期バルブレイブウェブラジオ、福山潤と宮野守と梶裕貴の、いつも心に細谷義政。ああ。いつも心に。いつよし、いつよしね。もしくは、細谷。いつよしにしちゃうの？いいね。いつよし。結局何なんですか？だから、革命期バルブレイブウェブラジオ、福山潤と宮野守と梶裕貴のいつよし。いつよし。じゃあ、いつよし。いつよし。いつよしにしよう。あ、いつよし、いいね。いつよし。これ、細谷さん、どんな気持ちでこれ聞くんだろう。じゃあ、決まりましたね。そうですね。いつ行くでもいい。いつ行く？どっちですか？ちょっと、ぐっとぐっと来ない。いつ行く？うん。うん。言ったら問題はね、吉松消えたね。大事だよ。いや、いや、いくさ言い残しで。うん、そうで。そっちで行こう。あ、なるほど。いつ行くで行こう。いつ行く？いつ行くで行こう。じゃあ、いつ行く？うん。今だって。ダメだ、ダメですよ、それ。結果そっちになっちゃう。ダメだ。じゃあ、行くは漢字、あ、漢字、カタカナってことですね。そういうことで行こう。いつ行く？いつ行く？あ、そっちでいいですね。そっちで。いつ行く？どっちが決めてよ。そう、カジ君が決めていいよ。いつ行くなのか、いつよしなのか、どっちがいい？それが全然違うのでもいいよ。うん、いいよ。全然違うのがいいな。うん。ダメでしょ。じゃあ、今の尺何なんだよ。ダメダメダメ。そんなのか、カットじゃない。全然違う方向性で一回聞かして。一回聞かして。まだタイトル決まってないんだけど、俺疲れちゃうから。最後まで一回聞かして。本当に。どういう方向性でいい？いや、俺いいと思う。いつ行く言っちゃってますけど、まあ女子力が高いと、お弁当とかご飯をよく作るからで友達に言われると、で皆さん僕らは女子力高いと思う瞬間はあるかどうか。料理得意な人いない。いない。あれ、そうなんですか？料理得意って得意？いや、僕はそんなしないですね。料理されるのは得意？かっこいい。いや、今まさにですよ。かっこいい。あ、何？俺たちに料理してほしいってか。さらに、まな板準備 OK？ もうだいぶ切り刻まれてなめろう状態です。わー！例えが！何ですか？例えが何なんだよ。料理の話でしょ。上手。俺、なめろう好きだよ。で、なめろうごめん。なめろうは少なくていい。なんか、だって、
あの、カツオのたたきを超えたわけだよ。ね、だいぶだ、そこに味を加えちゃってるんだよ。あの、いいです。俺のために時間割かなくていいです。あの、料理が、うん、あの、ね、二人、例えば料理は、うん、僕の中だとなんか二人とも料理上手そうな、うん、なんか手先器用そうなイメージあるんですけど、もう勝手なお前のイメージだもんな、それは。じゃあ、宮野、宮野、どの料理がいいこと言ったつもりだどれがうまそう、どの料理がうまそう。どの、うん、お前の勝手なイメージをもっと押し付けてくれよ。そうですか、うんうん、なんかパスタとか。パスタ作っちゃうぜ。どっちなんですかさっき手あげないし、作っちゃうぜだし。お前が作ってほしいの作っちゃうぜ。うん、俺をくどいて。ミートソースかいタラコかい味わい、答えがわかんないウニクリームかい料理すんのかしないのかだけどあいつら、きっとアルデンテで作るぜ。いいよ、硬さはいいって。どう、どう、福山。耳たぶの柔らかさ。福山さん、どうなんですかもうそろそろ全部さばかないよ。あ、そう。ええ、俺は何だと思う得意料理。そうだなぁ。何に見える得意料理。パエリア。パエリア？それは何、情熱のスパニッシュってこといや、でもなんか。気持ち的には合ってるかもね。ちょっとね、そういう、うん、まあ、服装もそういうテンションの時あるし、うん、なんかそういう。うん、あ、なるほど。エキゾチックな、うん、感じの情熱的なとかもうまいのかなって。なんで切れ気味なんですか、うん、俺パエリア、そんなに好きじゃない。あ、ごめんなさい。そっか、そうですか。好きな食べ物は、うん、好きな食べ物ね、ネギの天ぷら。ネギ大好き。マジか。マジ。ネギ好き？ネギの天ぷら？ネギの天ぷら超うめえ。ネギだけの天ぷら。そんなに食ったことないかもしれない。あれ、太い、あの、九条ネギとか見たら太いのあるじゃん。あれをさ、天ぷらにして、あの、塩で食うの超うめえ。うわ、うまそう！うまいね。いいのかな？これって、この話で。カジ君の好きな食べ物は？なしです。その顔やめて。これからの季節だね。そう、リオさん。リオさん、気を確かに。かわいいな。僕、果物好きなんですよ。梨好きなんですか？梨美味しくないですか？いいね、ジューシーでいいね。日本の梨です。ああ、2番目に好きなの？ぶどうですか？種梨がいいのか？そう、いや、でも、結局巨峰ですね。巨峰か。あの、いいです、好きな食べ物は。あの、女子力の話なんで、料理、あ、もう、いいか。いいそうです、この話。はい、でも、カジ君の女子力を感じたよ。うん。フルーツ好きみたいな。そんな言い方してないじゃないですか。僕、フルーツ好き。なんで口くねねってんですか。だから、動画じゃないかも、なんも伝わらないし。フルーツ好き。疲れちゃったよ、最初のコーナー。はい、ということでね、皆さん、本当にメッセージありがとうございました。普通のブリツン電源でした。ブリツン電源。ブリツン電源。食べ物は、宮野さんは、梅干し。ドルシア軍の4人、ハードライン、ハーノイン、クーフィア、イクスライン、普段どういう生活を送っているのか、どんなことをしているのか、なかなかアニメ本編では語られていません。それ、このコーナーではリスナーから届いたお題をもとに、この4人の中で一番、〇〇そう。丸々そう。うん。うん。足が臭そうとか。なあ。うん。いいね。なのは誰か。例えばがそれか。そういうトークで、はい。4人の知られざる姿を予想していきたいと思います。はい。なるほど。今日は3人ですけどね。あの、先ほど言ったように4人っていうのは、アードライ、ハーノイン、クーヒフィア、ヨシマサということで。行くサインじゃないですよ。そこはヨシマサ。中の人のこの4人のことですね。これ面白そうですね。そう。でも話すことはあくまで予想。あの、本編とは関係ないことを僕らはくっちゃべりますので、皆さんですね。はい。参考にしないでください。そうそう。はい。はい。わかりました。行きましょう。ラジオネーム19さんからいただきました。ありがとうございます。真夏にちなんで。うん。4人の中で一番、ホラーの類に弱い奴は誰？なるほど。ドルシアの精鋭たちはね。物理が自分。俺が未来を切り開いた。違う違う。俺が主役だと。クワキはボックスアウト。僕もう何も言いません。どうですかじゃあ。始まって、セカンドシーズンの収録が。えなんで急にわかんなくなっちゃうんですか楽しい、楽しいですよね。久しぶりに、やっぱりみんなと会って、これが、バルベルだなって思いました。ああ。やっぱ独特の空気が、他の現場にはない、やっぱり収録の雰囲気がありますね。僕もやっぱり、その、現場に入って、他の現場では絶対ないぐらい、なんかこうね、挨拶にも身が入るね。も、例えばカジさんがこう来た時にね、なんかこうね、パッと立って、おはようございますって、いつも、おはようございますって来るじゃないですか。もうカジ君見た瞬間に、あ、
おはようございます。それぐらい気が、今日もそうでしたね。それやめてもらってもいいですか？そういうことになってれば、そういう、カジ君ってそういう存在なんですか？ピリッと気が引き締まるみたいな。引き締まるだけじゃなくて、カジ君という存在がいることによって、自分たちがどれだけやらなきゃいけないかっていうね、そういう意欲をかき立ててくれるよね。なるほど、なるほど。そのとこどうかな？俺に聞いてるんですか？いや、だからやめてください。はい。もう、ちょっと、いたたまらないんで。金輪際ありません。あ、悪意がある。なんか、いや、トゲトゲしかったですけど。尊敬してるんですよ、僕らは。カジ君を。そうですよ。顔もうすっごい尊敬してるんだよ。尊敬をして、聞いて。聞いて。どうしたらいいんだ。尊敬もしてるし、心から愛しているし。だから、俺らにお前が本当に必要なんだよ。なんでだから、喧嘩売るみたいな、そんな感じなんですか？いや、え？あ、あ？いやー、だから、こういう時に細谷さんが一人いてくれると、どうする？ 8 月のこのウェブラジオのタイトル決めようじゃないかと。なるほど。なるほど。この3人でのラジオのタイトル。そうです。3人でのラジオ。でもやっぱりね、なんかカジ君、なんかそういういいタイトルある？いいタイトルか。まあ、クーフィアといえば、ボックスアウトだよね。クーフィアといえば別に。確かに。それ、良平くんがそこのセリフばっかり言ってる。だって、クーフィアずっとボックスステップを踏んでるけど。踏んでないです、踏んでないです。ボックスステップ。アウトじゃないじゃないですか。ボックスアウトとステップは全然違いますよ。違いますね。2ステップでもいい。よくないです。クーフィアサイドステップでもいい。よくないよ。リズムは裏でね。おい先輩たち。はい。君たちはどうなんだ？それ先輩だぞ。先輩、もう、なんなんですか？どうですか？そうですね。なんか、はい。うん。吉政ってどっかに入れたい。俺もね、それはね。そうですね。いや、俺もそれを考えてて、いや、そうだ。4人じゃない、俺たち。そうですよ。誰よりも固い絆でなんか結ばれてる。ないがしろにの。なんで？おい。え？おい。自由だな。先輩だけど、おい。お前の情緒、おい。おい。イェーイ。情緒なんてクソくらいだ。ちょっと待って、笑いすぎ。打ち合わせで、巻き気味でみたいなことありましたから、ちょっとコンパクトに行きます。喋るスピードは巻いてるよ。そうじゃない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 。巻いたことがない。じゃあ今回巻いてる。巻きました、おまけ。おい！そう、吉松さんは入れましょう。吉松さんそうですね。だからやっぱりね、俺の中で、今回吉松がいないから、やっぱり吉松と一緒にやりたいっていうのがあるから、革命期バルブレイブウェブラジオ、福山潤と宮野守と梶裕貴の、いつも心に、細谷義政。ああ。いつも心に。いつよし、いつよしね。もしくは、細谷。そこだけ、よしにしちゃうの？いいね。いつよし。革命期バルブレイブ。生まれは大津、性格は至ってウェッティ。だけど名前はアードライ、アードライ役の福山潤です。ハノン役の宮野守です。クーフィア役の梶裕貴です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、8月のバルブレイブウェブラジオの配信、僕たち3人が、お届けすることになりましたよ。大変だ！大変ですよ。いや、でも僕は、と宮野は、前に1回ね。そうなんですよ。そうらしいですね。大阪亮太の、春とは、ないブリッツ提言っていう番組に、罰ゲームとして来てる。そう。聞いたところによると、罰ゲームの2人は罰側の人だって聞いたんですけど、俺たちはずっとゲストだと思ってたんだけど、本編を始めて終わった時で、あれ、俺たちが罰ゲームだったんだ。大阪君にとっちゃ招かれざる客だった。そうだった。なるほど。だから動画とか回ってないでパンチとかやめてもらって大丈夫だよ。みんなのイメージにはちゃんと練り込まれてるから。伝わってるから今のパンチのタイミングが。本当ですか？そうなんです。地味に痛いんですけど。あと僕一個気になってるんですけど。何？大体4人で行動してたと思うんですよ。お !4 人？お前は真面目だな。いや、そう。だって大切な仲間が1人。いや、今だって4人いるじゃない。諏訪さんがいるじゃん。作家さん、作家さんでしょ？この人いくつじゃないですよね。いくつの人じゃないですよね。まあ、そうだ、メガネかけてるけどね。だから、しっくりが来ているんだよね。じゃあ、いっか！いっか！はい。ということで、まあ、カジも今回初めてということで、この3人でお送りしたいと思いますので、ただしですね、これ、番組のタイトルが、なんかその前のシリーズの時から、今回になってから、パーソナリティが変わるにあたって、番組の名前が変わるそうなんですよね。サブタイトルみたいな。なるほど。だから、ちょっと俺たちの今回は担当。結局何なんですか？だから、革命期バルブレイブウェブラジオ、福山潤と宮野守と梶裕貴のいつよし。いつよし。じゃあ、いつよし。いつよし。いつよしにしよう。あ、いつよしいいね。いつよし。これ、細谷さんどんな気持ちでこれ聞くんだろう。じゃあ決まりましたね。そうですね。
いつ行くでもいいです。いつ行く？どっちですか？ちょっとグッとグッ、来ない。いつ行く？うん。うん。ただ問題はね、吉松消えたね。大事だよ。いや、ちょっと。いや、行く際に残しです。うん、そうで。そっちで行こう。あ、なるほど。いつ行くで行こう。いつ行く？いつ行くで行こう。じゃあ、いつ行く？うん。今だって感じ。だからダメですよ、それ。結果そっちになっちゃう。じゃあ、行くは漢字、あ、漢字、カタカナってことですね。そういうことで行こう。いつ行く？いつ行く？あ、そっちでいいですね。そっちで。いつ、さっき、カジ君が決めてそう、カジ君が決めていいよ。いつ行くなのか、いつよしなのか、どっちがいい？それが全然違うのでもいいよ。うん、いいよ。全然違うのがいいな。ダメでしょ。じゃあ今の尺何なんだよ。ダメダメダメ。そんなのカットじゃん。全然違う方向性で一回聞かして。一回聞かして。まだタイトル決まってないんだけど、俺疲れちゃうから。最後まで一回聞かして。どういう方向性で行く？いや、俺いいと思う。いつ行く？いつ行く？いつ行く？吉政でいいじゃないですか？あ、いいですね。いつ行く？いつ行く？吉政！いいですね。決まりました、決まりました。じゃあタイトルコールしましょうかね。はい、いきますよ。よし。シーズンが放送されていた革命期バルブレイブのウェブラジオセカンドシーズンがスタートする10月まではパーソナリティをシャッフルして月1配信でお届けします。よいしょ、こんなに盛り上がったオープニングだけど1回の放送切るよぜ。嘘じゃあこのタイトルコールももうできないんだね。できないかもしれない。こんな尺さばいてきたのに。尺さえできたのに。いいね、無駄なことに意味があるんだね。そうそうそう、いいことやった。無駄なことしていこうぜ。なあカジ君、無駄だな。はい、ということでですね、まあ革命期バルブレイブのファーストシーズンが終了しましてね、まず10月からセカンドシーズンが始動というところでございますが、我々はもうそのいわゆるこのバルブレイブの言ったら、まあ一つのね、はい、今なんかこうキャッチーな言葉にもなってますが、プレスコ収録をしてやっておりますが、今我々も収録しております。はい、返事、元気な返事なだけでしたね。じゃあカジ君、セカンドシーズン収録どうだい？カジ君はどうなんだい？カジ君はどう思ってるんだい？セカンドシーズンのプレスコどうなんだい？もう一回言おう。セカンドシーズンのプレスコどうなんだい？はい、カジ君よ、その、だから、顔とか伝わらないから。吉田さんに伝えてやれ。吉田さんに伝えてやれ。聞く気あります？まあ、プレスコはね、引き続きこう、その、自分、興味ない。それを見せたい。今の顔を見せたい。ちゃんと聞いてくださいよ。俺、すげえソファーが見えたもん。だから、プレスコっていうところは別にその、一期から変わらず、自分たちのその、頑張り次第で、未来が切り開けるわけじゃないですか。何気づいてんだよ。だから、クーフィアなんて、もう真っ先に死ぬんじゃないかっていうのは、このキャストの中でも。でも、セカンドシーズンまで生き残ったのは俺のおかげだって言いたいのね。なんでそう